その後ろ10番大成ビジョンが行って、あとは2馬身差、16番マリアズハート、最後方14番ラビングアンサーの展開です。さあ残り 400m、 4コーナーに向かって先手奪い切った1番テイエムスパーダ、4コーナーを回って直線に向いています。並んでいくジャンダルム、先頭に変わるか、ジャンダルム、さらには名将ミモザ、外からはナムラクレア接近する、さらにはファストホース、内からは4番のダイアトニック、ウィンマーベル、さらにはエイティンガール接近する。メイケイエルは苦しい後方になった、伸びない、先頭は2番ジャンダルム、ウィンマーベル追っているが、ジャンダルム、ジャンダルムだ、ゴール。勝ったのは2番ジャンダルム、ビリーブとともにハトコの制覇です。2番ジャンダルムやりました、檻の極む騎手、 G1 初制覇。12番ウォーターナビレラ、直後に7番のスタイングローズ、4コーナーにかかります。その後に11番のエグランタイン、外から8番のナミュール、スターズオンアース現在最高峰、直線コースに向かいました。先頭は10番のアートハウスと15番のサウンドビバーチェ、サウンドビバーチェ先頭、外から10番アートハウス、さらには7番のスタニングローズ、横に3頭が広がった、これに8番ナミュールが襲いかかる。そして11番のエグランタイン、ここで7番スタニングローズ先頭に変わった、8番のナミュール、スターズオンアースも来た、先頭は7番スタニングローズ、ゴールイン。バラの一族ここにあり、7番スタニングローズ栄流星、ナミュールとスターズオンアースを振り切りました。外から押し上げていく黒い帽子、4番のボルドグフーシュです。4コーナーカーブ、ここで14番アスクビクターノア先頭で直線コースに向かってきました。リードを3馬身4馬身広げていく。2番手は単独4番のボルドグフーシュ、間から17番のジャスティンパレス、あとは4番手11番のドゥラボーレスが上がって200を切って坂を登ってくる。14番アスクビクターノア内田千歳先頭、外から4番ボルドグフーシュ、並んで17番のジャスティンパレスが差を詰めて100を切った。14番アスクビクターノア、4番ボルドグフーシュ、アスクビクターノア、ボルドグフーシュ、並んでゴールイン。全く並んだ。14番アスクビクターモア、最後の一冠ダッシュだったか。勝ちタイムはレコード3分2秒4。4コーナーから直線に短期先頭カーサロス入ってきた。リードがまだ10馬身ぐらいあります。残り400を切って坂を登ってくる。後続勢追い上げはどうか。ジャックドールが2番手に上がって前を、その内からノースブリッジ、最内バビット、馬群の中からは6番ジオグリフ、8番シャフリアールも追い込んで坂を登ってくる。最内に持ち込んでダロンベルーが、外からイクイノックスも追ってくる。200を切りました。先頭は逃げる。3番カーサラッサ、4馬身5馬身のリード、ジャックドール、イクイノックス、合わせ馬で迫ってくる。3番のカーサラッサ、外からダロンイクイノックス、イクイノックス捉えた、ゴールイン。2番手が最後で広がりました。待望の G1 初制覇、7番イクイノックス。そしてウィンキートス、あるいはウィンマリリンも仕掛けていった。そして外を回りましてテルセット、馬群の中に10番スタニングローズ、第4コーナーをカーブ、さあ直線コースに向いてくる。逃げる2番ローザノワール、そしてウィンマリリン、テルセット、外から追い込んできた18番ジェラルディーナ、おお、外から追い込んできた15番ライラック、残り200を通過した。さあ先頭変わったか、18番ジェラルディーナ、内では頑張っている13番ウィンマリリン、あるいは追い込んできたのがライラック、ジェラルディーナ、ゴールイン。ジェラルディーナ、ここで G1 初制覇。鞍上はクリスチャン・デムーロ騎手、お見事。さあ前は固まってきて、これから4コーナーを回って直線に向いています。先頭17番のファルコニア、今直線に向いて、リードは1馬身半、2番手は9番ビースオブエイト、3番手インコースから8番ロータスランド、さらには外12番オーアマゾンです。さあ外足は現在5、6番との一戦、伸びはどうか。その後方からは11番ソウルラッシュ、さらにはオーアマゾン伸びてくる。馬群の中からはジャスティンカフェ、最内からはマテンローオリオンです。先頭ロータスランド、外足が伸びてきた。外は10番セリフォス、セリフォスが混戦を取って一気に先頭に変わった。抜けたセリフォス、先頭でゴール。勝ったのは10番のセリフォス。 1600m にこだわった成果がついにここで出ました。10番のセリフォス、鞍上ダミアン・レーン騎手。